エヴァレイオストロムは、スウェーデンの画家、版画家である。風景が野生物画を描いた。ストックホルムで生まれた。祖父は、ドイツ、シュトラールズンと出身の画家、版画賞であったが、父親の幼い時に没している。父親のルドルフ・レイブシュテットは、商人として成功し、市議会議員を務めた人物である。姉のエマ・チャドウィックも画家になった。1885年から、 ストックホルムの工芸学校で1年間、タルベリに版画を学んだ後、1887年から1890年までパリに留学し、パリの私立の美術学校、アカデミー・コラロシア、アカデミー・ジュリアンで学んだ。1890年から1893年の間はイタリアで学んだ。スウェーデンに帰国し1893年に、農学者のルドビク・オストロムと結婚した。 姉のエマ・チャドウィックと同じように、スウェーデンとフランスのパリやその近郊で、スウェーデンからの芸術家が集まっていた、グレシュル・ロワンを行き来して活動した。1890年代後半から、ヨーテボリやストックホルム、ヘルシンキの展覧会に出展した。1900年と1909年に出展した。レイオ・ストロムの作品は、スウェーデン国立美術館やスンツバル美術館に収蔵されている。 ありがとうございます。